こりゃまたすげえところだな。月の表面じゃなく地面の中に向けてこんな建物作ってるなんてよ。それに重力や空気も問題なし、私6分の1の重力少し楽しみにしてたんだけどな。アークスがエルダーと宇宙空間で戦う際に展開しているフィールドと同じ技術なのかもしれませんね。フォトンとエーテルがほぼ同質のものと考えればそのぐらいできても不思議ではありません。でもそれよりもここ、あなたは身を旧マザーシップの内部、シオンのいた場所に似ています。マザーはシオンの模倣体だから、月にマザーシップを作ろうとしている。でも技術力が足りないから具現しようとしている。そっくりに。つまりこの場は、月はマザーシップになろうとしてるの？マザーシップの具現か。それは聖国を射ているかもしれんぞ、娘っ子。アラトロンさん、そちらに着いたか。わしの宮氷よ。ごめんなさい、私はもうマザーとは歩めません。よいよい、主ここにいた時より良い目をしているではないか。そちらこそが主にとっているべき場所だった。それだけの話よ。聞く気は毛頭ないの。もっとも毛など頭にはすでにないがな。どうあっても、くどいぞ娘っ子。わしはすでにマザーと共に歩むと決めておる。この老骨は頑固でのすでに強制も効かぬ。今さら何を言われようとも曲がらぬよ。ゆえに、どうたらん者は音に聞け。近くは寄って目を見よ。マザーブラスター、土の人、アラトロン、お相手と待つ。見事、よくぞわしを倒した。マザーに尽くすわしの心意気と、マザーを止めようとする主らの心意気、正面からぶつかった結果がこれならば悔いはない。アラトロンさん、どうしてそこまでマザーのために。よしよしではないのじゃよ。わしの宮氷、これはどうありたいかという心意気だ。わしはマザーに出会い、
世界の変わる様を見た。マザーと共に歩み、マザーの作る世界を見たいと思った。ただ、それだけじゃ。老いさらばへ、枯れ果てていたはずのわしの心が、マザーと出会い、見つけ出した道なんじゃ。それに従わず何に従えというのか。娘っ子、八坂棺と言ったか。主も見つけたのじゃろう。自分の心がどうありたいのかを。良い目をする。それがマザーと対立する道であるならば、その心に従いマザーを打ち砕いてみせよ。己の意志を貫き通す、それこそが生きるということじゃ。のう、そうであろう。歴戦の勇士である主ならわかるじゃろう。エスカターか。あんなに、どこから。マザーが抑えきれておらんのよ。ここはエーテルの豊富な場ゆえに、いくらでも湧いてきよる。やれやれ。アラトロンさん。わしは負けた。主らが勝った。ゆえに主らは奥へと進む。わしはここへと残る。それだけじゃ。問答は無用じゃよ、わしの都織。過ぎた道を振り返る必要などない。ただまっすぐに進めばよい。振り返るのは全てを終えた後。それは道の果てにたどり着いたその後に初めて許される行為じゃ。行くぞ。あのじいさんの意志を無駄にするな。でも行くのよ、氷。進むの、まっすぐに。さもないと置いていくわよ。果てたと思いし、道の続きはさながら夢のようとはよく言ったもの。とてもとても心地の良い道であった。そして良き道の果てであった。まばゆく鮮烈で荒々しく美しい、あれこそが未来というものよ。良きかな、良きかな。最後に良いものを見せてもらった。わしの道の果てはここで良きかな。
You measure
待っていたぞ、八坂棺。そして、君を。余計なものもついてきているようだが、私は寛容だ。この場に踏み入ったことを許そう。ずいぶん偉そうじゃねえか、マザーよ。まるでここがてめえのものだと言わんばかりの振る舞いだな。いいえて妙とは、よく言ったものだな。君の言う通りだ、八坂縁がよ。ここは。私そのものだ。君は見覚えがあるのではないか？この場に似た場所を知っているはずだ。いかにも、ここは私そのものが形を成した場所。この世界に固着した私の場所だ。フォトナーによって生み出され、その身勝手で、悪空間に遺棄された私は、長い時、宇宙を漂い、そして、太古の地球へとたどり着いた。それは、どれほどの昔だっただろう。私は、地球と衝突し、その衝撃によって、地球は変質し、新たな進化を遂げていった。そして、地球と衝突し、砕けた私は、砕けた私は、悠久の時を経て、やがて、一ところに集い、形を成した。それこそが、月と呼ばれるものであり、この場だ。まさか、そいつは、ジャイアントインパクト。博識だな、八坂縁が。地球人は月の起源をそう呼称する。もっとも、ぶつかったのは惑星でなく、遺棄されたアカシックレコードの模倣体だ。知る由もないだろうがな。邪魔をするな、ダーカードも。まだ私はここにいるのだ。私の望みは、目的は別にあるのだ。私の目的は、シオンの模倣体としての機能を取り戻し、私を捨てたフォトナーどもへ復讐を果たす。私は失敗作ではないと示してみせる。世界の破滅など望みではない。フォトンの行方などどうでもよい。それは私が利用するためのものに過ぎない。私は、私のなすべきことは、地球と、月と、星と一つになり、向こうへ戻り、見返すのだ、奴らを。そのために、あれを取り込んだっていうの？復讐のための力を得るために。そうだ。フォトンをすべて私を示し、復讐は、完成する。ダークファルスと、フォトンと、我がエーテルの融合体、ある。そのすべてを得るにふさわしい素体だった。だが、そのうちに残るつながり、八坂棺、そして君。君たちとのつながりが、彼の存在を残し続ける。このつながり、断ち切らねばならん。そのために、君たちには、死んでもらいたい。
知らぬ。私は未だアカシックレコードにあらず。だが、未来とは行き着く先に見るものだと知る。もはや、問答では拉致も開かぬ。そうだろう、八坂棺よ。そうね、マザー。私の目的は、アルを取り戻すこと。そのために、あんたを倒す。我が目的は、フォトナーへの復讐。そのために、君と八坂棺、その両名を殺す。互いに進む道に、交わる場所はない。その通りだ。さあ行くぞ、浄化の申し子よ。諸君が正しいというのなら、私を倒し、かの者を、アルを、我がうちより救ってみせよ。演算済みの事象だ。もう超えている。そこまでにしておくといい。掃除ショー演算完了。コンプリート。人の意志は私すら凌駕するか。だが私は負けん。私と共に歩んだ者たちのためにも、本懐を果たすまで止まるわけにはいかん。力が弱まったのを見計らって出しゃばってきやがったのか。やめろ、悪意の結晶よ。私は破壊など望んではいない。私はただあれ、マザなんだよ、こりゃ。反応、こちらでも補足しました。間違いありません。新たなるダークファルスの出現です。マザーの中にいたアルの奴が、完全にダークファルスになっちまったのか。そんな…お姉ちゃん、聞こえる？アル、アルなの？僕はまだ、ここにいるよ。マザーも一緒にここにいる。お姉ちゃん、ねえお姉ちゃん、今のお姉ちゃんならわかるでしょ。マザーも苦しんでるってこと。わかるよ。マザーは寂しかったんだ。捨てられてずっと一人で寂しかった。一人ぼっちの寂しさは私もよくわかってるから。二人とも、お願い、助
助けてあげて、マザーを。僕からの最後のお願い。最後のお願いなんて滅多なこと言うんじゃないわよ、アル。こっちはね、元よりそのつもりなんだから。そのためにここに来たの。アルを助けて、ついでにマザーも助けて、結果として世界が助かる。それだけの話。簡単な話よ。ね。そうだよね。私のこの力は、救うための力よ。待ってなさい。ある、マザー。なんとか止まってくれた。だが終わったって感じじゃねえぞ。ですが間に合いましたよ。ダークファルスの大将はアークスの仕事。そうですよね、ガーディアンのお二人。クラリッサ、お願い。ヨシツギちゃん、私たちがダークファルスを封じているうちに。もちろんよ。雨の村雲、もう一度、今一度、私に力を貸して。みんなを、すべてを助けるための力を。ツギちゃんの邪魔はさせない。ぶちかましてこい、ツギ。氷、兄さん、あなた。見事なものだ、八坂棺。融合体を、アルを、救ってみせたか。いいな、それだけではない。この、ダークファルスの因子すら切り裂き、真の意味で、解放してみせたのだな。ならば、あとは最後の締めだ。私を立て、その剣で。それで全てが終わる。これで私の永遠の孤独も
終わる。ああ、そうだ。それこそが私の望みだったのだろう。これで私は。痛いぞ、八坂棺。そりゃそうよ。そうなるように殴ったんだもん。マザー、聞かせて。どうして一人ぼっちの人ばかりをマザークラスタに誘ってたの？私もそう、氷もそう、きっとあのオークとかフルもそう、ハギトってのも浮いてたし、ベトールもでしょ。みんなそうだった。みんな一人ぼっちの子だった。その方が依存関係を作りやすいという合理的な判断に過ぎない。でもあの時私は嬉しかったんだ。私を必要としてくれる人がいたってことが本当に嬉しかった。マザーもそうなんだよね。本当は復讐なんかじゃなくて認めさせたかっただけ。自分はここにいるって認めてくれる人が欲しかっただけ。よくも推測だけでそこまで感情によった物語を作れるものだな。失礼ね。理由はちゃんとあるわよ。シエラが言ってた。フォトンとエーテルは元を同じにするものだって。でもこっちでフォトンはエーテルに変質した。通信技術に特化したものへと、つながる技術に特化したものへと変質した。それはエーテルの源であるマザー、あんたが誰よりもつながりを求めたからこそ。違う。だからどうした？だから私はただ見返してやりたかった。私を不要と断じた奴らを見返して認めてもらいたかった。だがもうその相手もいない。いかに強がろうと生きがろうとも、私の目的は元より果たせぬものだったのだ。だったら新しい目的を作ればいい。新しい目的だと、今さら私がそんな。今さらも何も、何十億年も眠っていたんだから、どんだけ時間かかっても些細なものでしょ。答えを急ぐなって言ってるのよ私は。復讐心を忘れろなんて言わない。私、あんたに未だにムカついてるし、氷にも切られたお返しをしたいと思ってる。でも、あんたを必要とする人もいたの。それは純然たる事実なのよ、マザー。あんたのおかげで救われた人は、いた。かつての私だって、氷だってそうだった。だからもう一度、ちゃんと考えるために、帰るのよ。いろいろ考えたり話したりしてみて、それでもやっぱり復讐したいって思ったら、その時はいつでも私に言いなさい。もっかいその悶々とした思いごと雨の村雲でぶった切ってあげるから。さあつべこべ言わずに帰る。私は全て助けてくるって約束してここに来たんだからね。ずいぶんと強引になったものだな、八坂棺。おあいにく様、この性分は生まれつきよ。帰ろうマザー、僕たちは一緒だよ。そうだな、そうだったな。私はこの
手のつながりがあれば十分だったのだな。本当にやってのけやがった、このバカ妹が。お兄ちゃん、よく戻ってきたな、アル。さすがは俺の弟だ、褒めてやる。氷、私呼び捨て？でもこのぬくもりで許しちゃう。お帰りなさい、アルくん。無事に戻ってこられてよかった。八坂室に。お？ありがとう。私は。ご苦労様でした、マザー。あなたの役割はこれにておしまい。マザー！アーデム、どうやってここに？オフィエル。申し訳ありません、マザー。ですがこれは人類の進化のために必要なことなのです。マザー、あなたには感謝しています。あなたの生み出したエーテルのおかげで地球は次なる段階へ進もうとしている。そして今こうして僕に取り込まれ、さらなるパラダイムシフトの礎として大好きな地球の一部になれるのです。さぞ嬉しいことでしょう、マザー。マザー！棺さん、ありがとうございました。エンガも、氷さんも、あなたも。皆さんの協力がなければこの度の危機乗り切れなかったと思います。重ねてお礼申し上げます。どうしてあんなことを。ん？地球を守るためですが、マザーが地球に害なす存在であるのは皆さんもご承知のことでしょう。であれば殺さねばなりません。それは地球を担う者として当然の判断と思いますが。それはそうだけど、マザーはもう。それだけじゃねえよ、アーデム。お前が連れてるそいつは何だ？なんでそいつと一緒にいる？そう構えてくれるな、八坂縁が。わしの宮氷、私はマザークラスター、水の使徒であり、アースガイド所属でもある。それだけのこと。アースガイドからのスパイってわけか。にしてはずいぶんやりたい放題やってくれたじゃねえか。それが目的の成就のために必要なことだった。ただそれだけのこと。目的だと。エンガ、君をアースガイドに誘った時、僕が言ったことを覚えているかい？今の地球は、
行き詰まっている。そう。新たな革新もなく、進化もなく、ただ漫然と消費するだけの世界だ。導かねばならない。地球を、さらなる進化へと、新たなるパラダイムシフトへと。アースガイド、地球を導く者。僕たちがそれを成し遂げなければ、この星の未来はない。君は選ばれた存在だ、エンガ。君の力を、僕のために貸してほしい。僕には君が必要だ。戦力を得るためのおべんちゃらだと思っていたが、その顔、マジみたいだな。マザーを殺し、その力を得て、その程度で本気で世界を変えられると思ってるのか、アーデム！もちろん変えられるよ。これまでだって、数千数万の年月にわたり、何度も何度も変えてきたんだからね。数千数万の年月、何度も変えてきた。例えば、たくさん書物を書いた時代があったね。もともと知っていたことを書き記しただけのノートなのに、皆随分とありがたがっていたよ。解釈が間違えられそうな時は、名前を変えて表舞台に出て、諸説を訂正したこともあったね。そのせいで、自分の弟子の末裔たちに、打滑のごとく嫌われた時代もあったな。これは随分最近の話かな。ひどい目にあったといえば、ブリテンの王を手伝っている時もそうだ。君たちに伝わっているよりも、彼は粗暴でわがままだったから、制御が大変だったのもあるし、いろいろ騙されたり、利用されたりしたからね。そうそう、日本にもいたことがあるんだ。当時の日本は戦いが多く、よどんだ気によって、あやかしも多く姿を見せていたからね。その対処法を教えたり、天の味方を教えたり、はあ、懐かしいな。あの頃の地球はとても鮮烈で、人々と共に進化を繰り返していた。だが、今はどうだい？この停滞した世界を見て、君たちは悲しくないのかい？エーテルという超技術、パラダイムシフトへの絶好のきっかけを得たというのに、その使い方は、あくまで既存技術の延長に過ぎない。精神性の変化も起こらず、肉体も変わらず。いや、むしろ退化しているようにすら思える。とても、悠々しき事態だ。悠々しき時代だ。君もそう思うだろ、エンガ。悪いがさっぱりわかんねえよ。いや、わかりたくもねえと言うべきか。ひつぎちゃん、さっきのあの人の話って、もしかして、アーサー王伝説のこと？氷もそう思ったってことは、私の聞き間違いじゃないのよね。日本の話は、きっと安倍の生命のことで、その他のも、歴史や伝承にある、もろもろの話。ああ、安倍の生命。そうですね。そんな名前で呼ばれていたこともありました。博識ですね、ひつぎさん。さすが、エンガの妹です。アーデム、お前一体何者だ？いろいろな名前で呼ばれてきたけど、今の僕は、アーデム・セイクリッド、アースガイドの指導者で、
やれやれ。久しぶりだね、アイブズ。ええ、お久しぶりです、アーデム。こうして面と向かって会うのは何百年ぶりでしょうか。前に会ったの、そんなに前だっけ。あなたが錬金術にご就寝だった頃ですので、施設丸ごと蹴飛ばして差し上げたのをお忘れで。ああ、そんなこともあったね。懐かしいな。あの頃の僕はパラケルススだったかな。名前などどうでもよいのです。私もあなたも。やれやれ、アイブズが来ちゃったら皆さんの説得なんてできるはずもないね。仕方がない、もう行こう、オフィエル。かしこまりました、アーデム卿。ポータル、アーデム、てめえどこに。愚問だよ、エンガ。言っただろう、地球は行き詰まっていると。地球自身の進化が望めず、人々もまたその道を選べないというのなら、僕が進化を先導する。地球を導き、新たなる歴史を刻む。それこそがアースガイドの目的さ。待て！地球を導き、進化を先導するだと。神でも気取るつもりか、アーデム！俺は、そんなクソくだらねえことのために、てめえに協力してたわけじゃねえぞ！